皆さんこんにちは、葵です。はーい、私は今どこにいるでしょうか。正解はですね、関西で仕事があったのでお休みをもらって前乗りして地元神戸に帰ってきました。なので今は神戸ナウです。で、たくさんね神戸 Vlog を撮ってくださいっていうリクエストがあったので今日はそちらを撮っていきたいと思います。で、今日は一緒に撮ってくれるゲストがいます。そちらをお呼びします。どうぞ。はい、妹のメイです。2年前にそう撮ったな、ユニバで撮ったんですけど、それぶりに登場です。神戸ブリを2回撮ったよ。え、嘘、撮ったよ、2年前確かに。まあ感じですけれども、今日は妹と、動画撮っていきます。で、今はシェリーとママはお家にいて、後で合流しようかなって感じなので、それまではカフェ巡りしたりとか、まあ、そういう感じで、神戸を紹介していきたいと思います。って言っても私が住んでた時とはまたちょっと全然違うんですけど、はい、新しいところを開拓したりとか、していきたいと思います。それではちょっとコーヒー買いに行きます。はい、一つ目のカフェはスクールバスコーヒーに来ました。アイスラテ乾杯。はい、先に飲まれました。実は一口いただきます。おいしい。深入りがいいか浅入りがいいかとか聞いてくださいましたが、あの飲みやすい方でと言いました。どっちかわからんな。どっちだったっけ。朝かな深かな。シロップなくて飲める。うん、おいしい。ミルキー。そう、ここのね、東京にもあるね、これビークリー、ビーケルみたいな、あんま今んとこ、英語わからへんから、ビーガンのクッキーが売ってるところで、原宿の、ラフォーレ原宿の中にもできて、でもカフェの聖地の、武蔵小杉じゃなくて、どこやったっけ、あるところにあんねん、まあ、ちょっとあんまり情報が、はい、定かじゃないので。ビーガンは食べたわ。でも美味しいね、あのビーガンのクッキーってめっちゃ美味しい。スクールバスの神戸限定かな、神戸限定かな、スクールバス限定かのココア。ココア、あ、食べたいと思います。2人で1個いただきます。さっき食べていい。うん、うん、オーツのクッキーってな、サクサク具合がめっちゃいいね。うん、こんな感じで外観もとっても可愛くて、今日の服装にもしかもぴったり合ったっていう、妹はロンティーにデニムに緑のコンバース、私はジャケットにデニムにローファー。かわいい。ちょっとキャップかわいいよな、これ。後でちょっとコーディネートは写してもらいたいと思います。なんかちょっと喋りすぎた。親知らず抜いてさ、またちょっと痛いですね。なんか親知らず抜くからって言ってお休みいただいたんですよ。晴れたりして親知らず休暇があったので、そしたらたまたまその復帰後すぐが関西で仕事っていう、なんかラッキーっていう感じなんですけれども、言われない分からへんでしょっていう、まあ、言われても分からんでしょぐらいしか晴れてないと思うけど、でもそういう感じなんです。だからちょいちょい歯痛い顔してるかもしれんけど気にせんといて。ここは妹がよく来るらしくて、行きつけ神戸とか京都、お、どっかもう1店舗ぐらいあるか、京都に2店舗来てもらった、3店舗ぐらいある全部、はい、らしいので来てみてください。ごちそうさまでした。カフェタイムが終了したので、ここのお店とお洋服がマッチングしているということで、今日の青コーデを妹に紹介してもらいたいと思います。ではどうぞ。はい、まあちょっと温度がさ、ちょっと暑くなったり影やったらちょっとまだめっちゃ暑いわけではないから、調整できるようにジャケットスタイルです。今日のコーデのポイントはこのローファー、おニューのローファーちゃん、これ可愛くない。可愛い。クリーバッジのやつなんですけど、この後ろがすごいクッション性で歩きたくて、晴れていた日に、下ろしたいということで、本日はそれをベースに考えてみました。めっちゃ歩きやすそうですね。ちょっとトラッディーな感じなのでキャップで崩して、ちょっとメンズの男の子っぽい感じを表してみました。はい、ということで、スクールバスは終了しまして、次はちょっと天気がいいのでブラブラしたいと思います。ショッピングもしたいので、あのそれも見たりとか、三宮とか元町がちょっといろいろ変わっているので、それを散策しながら行きたいと思います。疲
クールバスの人たちは本当にいい人たちで、 YouTube 撮ってくださいって言ってくれたら嬉しい。ありがとうございました。また行きます。ではブラブラしてまた動画撮れるとき撮ります。ロンハーマンで T シャツ買いました。ただの白 T です。はい、今は、三宮の阪急ら辺に来たんですけど、もうこの駅のところが私が住んでた頃とはもう別物になって、オーバーがあってオーバーで働いてたんですけど、オーバーもなくなり、駅ぞみたいなのがなんかできて、お店がいっぱい増えました。え、ほんまに変わりすぎてやばい、栄えてる。すごいやな、ちょっと怖いもん、近づくん。はい、本日はこちらお好み焼きにしたいと思います。関西人なんだね。そう、ソースの匂いがして、やっぱソースもんがちょっと食べたくなりますので、いきます。明太もちチーズもんじゃベビースタートッピングです。おばあちゃんに笑われてる。恥ずかしい。いただきます。ずっと待ってね。いただきます。うん、どう？美味しい。うまい。美味しい。こちらは清十郎ミックス焼きです。おいしそう。はい、ご飯食べ終わりました。お腹いっぱい。もう無理や。おいしかった。ソース、粉もん、まあやっぱ関西人には必要ということで、おいしくいただきました。で、今日は今からは私が最近パンにハマってて、東京でもずっとパン屋さんよく行ってるんですけど、神戸でも気になってたパン屋さんがあるので、そこに歩いて向かっております。で、お留守番しているママとシェリーがお散歩がてら出てくるって言ってたので、合流すると思います。いいタイミングなんだではないでしょうか。なのでちょっとパン屋さんに行っていきます。はい、シェリちゃんとママ合流しました。ねえ、シェリちゃん。はい、カメラは嫌いなのでカメラには目を向けてくれません。買ってくるわね、ちょっと待っといて。はい、はい、じゃあこちらのパンを買いたいと思います。パンを買いました。こちらはザ・ベイク、これはお土産用、あとはお家用にこんな感じで買えたので、これは持って帰りたいと思います。ちょっと晴れていたのになんか雲行きが怪しくなってきて、タクシーのおっちゃんの言ってたことが当てる感じになってしまいそうやねんけど、雨はさ、降らんで書いてあったよな。降水確率ゼロやったのに、はい、でも雨は降らないことをお願います。で、シェリー合流したし、お散歩がてらちょっとこの辺を歩きたいと思います。プリプリ星人シェリーちゃん、ボロボロボロ、楽しい。シェリーちゃんはもうお疲れ模様ですね。よく歩きました。結構歩いたな。もうほんまはちょっとクレープも食べたかったんですが、食べるのでしょうか。ASMR でーす。で、シェイちゃん、早っ、おいしい、ゆっくり食べてよ、おいしい。はい、本日2軒目のカフェはアンカーに来ました。って映らへん方、アイスカフェラテです。休憩します。いただきます。シェイちゃん、うん、おいしい。ここは2回目やったらしい、 Vlog 撮るのが。2年前も来てたらしくて、それも妹と来てたらしくて、あの姉は覚えていなかったっていう感じなんですけど、サムネを見て思い出しました。でも、そう、ここはあの帰ってくるたびにほぼほぼ来
来ているお気に入りのカフェです。なんかコーヒーとワインのお店で、夜はワインらしくて、いつもね昼間しか来たことがないんですけど、次は夜も行ってみたい、うん、もうあの空いてるみたい、営業してるみたいです。夜もここにカメラを置けるんですが、逆光なので、うん、なんか光がさにょーんってなってる。髪の毛はちょっと風がすごいので結んでみました。髪の方が明るいの変な感じですね、うん、逆になったから、うん、髪の黒はね。この後はあのメリケンの方にまた散歩行こうかなって思ってます。はい、メリケンパークの方まで歩いてきました。はい、待て待て待て。はい、ということで、神戸といえば B 神戸で、はい、観光客っぽいかな。うわあ、すごい広がってますけど、せーので、ちょっと恥ずかしい。B 神戸、はい、もう恥ずかしいので、恥ずかしい恥ずかしい、あんま見られたわがそういうのちょっと恥ずかしい。せいちゃんやめときって注意してくれたかのようにあの拒んでくれました。はい、ということで、そろそろ本当に天気が悪くなったので帰る方向に行きたいと思いますが、とっても天気の良さはもうそれどこ行ったん。でもほんまにおっちゃんの言う通りやったな。なんかいざさあの一緒に動画撮れてなったらさ、何話そうってなるよな。まあリアルやんこれが、うん、そうそうそう、ゆるゆるになりましたが、美味しい、コーヒー屋さんだったりとかは紹介しましたので、ぜひ参考にしてみてください、はい、また神戸に帰ってきたら、動画撮りたいと思います。2年後にはならないようにスパンが短く帰ってこれたらいいなと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、しーちゃんバイバーイ、バイバーイ